っと待って。僕が髪を切ったらこの子どんな髪型になるだろう。もう俺の髪で遊ぶね。今、うん、ワックスして髪洗ってそのまま着て、うん、ちょうどいいから、はい、散髪しちゃうわ。切るのはいいけど、なんか変な髪型にして、あのそういうのやめよう。いわゆる変な感じにして笑うっていうのは今回期待しないでください。これ笑いじゃなくて、ほんとに、あ、今みたいなこれか。うん、そう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 、あれな、マサトな、昔の。あ、そうなのかな、昔の、うん、12、だから15年前に流行ったやつだ。あ、そうなんだ。うん、ざっくりいくな。あ、そんな感じでいくの。だってもう完全にいらないもん、こんなとこ。このこん…ちょっと待って、ちょっお前話…お前やべ…いい…やべっつったやろ、今。相当いいんじゃないの。それなに、かっこよくなりすぎて笑ってるわ。かっこよすぎる。これさ、やっぱりサイドをちょっと刈り込まない。俺もそう思いますね。なんか中途半端にやったら何もならないね。もうそれ使うの、そういうの。ちょっと待って、ここカミソリ、それお前ヒゲ剃りだろ、できんの。できないでしょ、絶対。でもさ、どの美容室行ってもさ、スタイリングする前って変だよね。確かに超変だよって思っちゃうよね。超変なの。痛かったら言ってくださいね。出来上がりバッチグですね。こんなもんだよ、ほら見てみ、切りすぎだって。見て見て、切りすぎじゃん、全然長さ違うって。それ長いじゃん、もっと。あ、セッティングするまで分かんないもんでしょ、髪型って。そう、まあセットしてじゃん、しようか。うん、一つ使う、全部一つ使わねえよ、もう。裏マッハチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。お金は一切かかりません。寝る前と出勤時間などに見る習慣をつけましょうね。ー、お昼に行こう。何だろう、顔を見ちゃう。